桑名と八神に忍び寄る影。日本最大の情報機関である公安の狙いはやっぱり楠本玲子だったね。厚労省の事務次官楠本玲子にあった。彼女は5年前桑名の手引きにより、でもこれ問い詰められたらさ、バレちゃうよ。河合信也を殺害、草本玲子のしたことがね、長きにわたって隠されてきたその秘密が新たな闇を呼び寄せていた。あ、チャプター11、潜入捜査。数日後、え、あれからどうなったの？さすがつくも、よく突き止めたな。楠本満の入院先は、入院先も分かったのか。それなりの病院だろうと当たりをつけました。すぐ駆け込めるようにね。そこで数を絞れたので、あとは努力と根性でなんとか。ひがちもいるよ。で、たどり着いたのが東都大病院ってことか。楠本満はそこで眠り続けてんだな。楠本玲子は13年間ほぼ毎晩息子の病室を見舞ってます。事務次官になってからもずっとです。八神氏たちが彼女と直接会いたいのなら、そこへ行くのがベストでしょ。13年もね。しかしよ八神、お前看病させるなんて、マジで楠本玲子に自首させんのか。ああ、そのつもり。相手は官僚のトップだ。そうよね、大騒ぎになるよ。ことになったら日本中が大騒ぎになるぞ。そんな秘密を隠すから他の誰かがツケを払わされんだ、沢先生みたいにな。うん、そうだよ。それに楠本玲子が河合殺しで自首すれば、公安にはもう動く理由がなくなる。 RK をかばう理由もな。そうしたら警察は沢先生の件で相馬を追えるようになるはずだ。確かに僕もそう思います。ただ桑名さんは反対してるんだよね。うん、楠本玲子に自首なんかさせないって。ここまで隠してきてね。ああ、誰がだって。だから今回はあいつに。いいの、ターボ楠本玲子を直撃するってことだよな。でも向こうにはずっと公安が張り付いてんだろ。そこは抜かりなく対策してますから、僕らプロの探偵だよ。対策って？まあいいから。八神さん、僕はちょっと準備があるから先に出るね。了解。後から東都大病院に来て。わかった。それじゃ。俺は何をすりゃいいんだ八神。お、協力的じゃん、ヒガチ。お前は RK に昔の知り合いとかいない？相馬と阿久津の居所を探ってほしいんだ。できるか？おい、お前な、そんなこと俺に。できねえわけねえだろうが。元登場会で RK に出入りしてんのを何人か知ってる。頼んだ。でも気をつけてな。スパイしてんのがバレたら結構こうやばい相手だぞ。抜かりねえよ。俺はプロの元役者だからな。んじゃ。あの人は口が悪いだけで、なんだかんだいいやつなんだよ。俺らとヒロインは。なんか最近暇してたらしい。ひどい言われよ。ひどい言われよ。そうね、せっかくならね。海藤さんが復帰してきたら相談してみる。シャルル兼八神探偵事務所の。つくもまた杉浦借りちゃって。秘書役としてね。何を今さら、水臭いですぞ。いい仲間や。ではこれにて。東都大病院に向かおう。まずはそこで楠本玲子に自首を進めるんだ。自首でも、そう、自首したら誰がさ、みつるくんの面倒を見るの？今までさ、ねえ、懸命に看病してきてさ、この自首をさせるのが、正しいと、あれは思わない。まあ、こればっかりは白黒、何が正しいか何が悪いかってのは、
決められないんだけど、アンリーンだったらここはなんか楠本玲子にちょっと同情しちゃうな。だってね、ああやってさ、毎日自分は忙しい中意識もならないままね、それでもずっといつか目覚めるのを待ってああやってずっと見てきたわけじゃない。それほど可愛い多分大事な一人息子だったんだと思うんだよ。それをね、可愛いにああやった形で、ね、いじめられて、命がね、あんな形になってしまって。だから、少なからず楠本玲子さんの気持ちがね、わかるんだよな。だから、自首をさせることが、いいのかなって思ったら、それはまたなんか、またなんかそれが正義、まあそれがなんか正しいのかって聞かれたら、うん、正しいとは 100% あるに言えない。まあもちろんね、人を殺したことはいけないことだけども、結構考えさせられるね、これ。まあとりあえず、ちょっとね、すごいモヤモヤするけど、東都大病院向かいますか。東都大学医学部附属病院。あ、東都大はさ、龍が如くでは馴染みのね、病院だからな。久しぶりに来たぞ、ここに。変わってないね。あ、スギちゃんだよね。あ、ターボ、北方先生を知ってます。声を上げないでください。あなたのスマホは公安に盗聴されてます。え、使ってなくても、通話してなくても盗聴されてるってこと？持ってるだけで？そういうこと？あ、何を。大丈夫、降りるときに返すの。似合うね、スギちゃん。タクシー運転手のコスプレ。電波遮断して盗聴されないの。色がまた緑っていうね、難しい色を着こなすっていう、このおしゃれ。この辺を一回りしたらまた病院前に戻ってきます。その間だけお時間をください。あの、あなたたちは。俺らは探偵で、北方先生とも話をしています。みつるくんのことや、それから5年前、河合深夜に何があったかも知っています。あ、それも早速触れちゃうの。何の話か分かりません。だろうね。結構です。ただまずはっきりさせたいんですが、俺たちはあなたの敵じゃありません。いや、どう見たってさ、敵に見えちゃうよね。なら御用は何です？真実を伺いたいんです。あなたの口から河合深夜を殺害した件について。急に触れちゃう。そんなことはしていません。まあ、絶対認めないよね。そこで認めたらね、全部終わっちゃうからね。先日、北方先生から電話がかかってきましたよね。彼は今、桑名と名乗り、偉人町で便利屋をしています。もちろん名前は知ってる。あなたに電話をかけてきたのは感じするよね。あることを確かめるためでした。あること？あなたが公安に監視されているかどうかをです。公安ですか。この反応はあまり驚いていないのかな。それとももう心当たりがあるってことかも。まあ実際にね、部屋に入ってきてたしね、あいつが。結果から言うと、ね、あなたの携帯は盗聴されてました。その通話相手は GPS で逆探知までされます。携帯の逆探知にはどうしても電話会社の協力がいるらしくって、そんなことがこっそりできるとしたら、日本じゃまず公安だけです。電気会社とつながってんのか、公安。その公安があなたの弱みを握ろうと、電話会社とかね、電気会社と追っています。今の状況がわかりますか、楠本さん。あなたは官僚として特殊な存在みたいですね。ずっと出世ルートを外れていたのに、主流派が軒並み失脚して突然抜擢されることになった。おかげであなたは組織に対して恩もなければしがらみもない。
満くんの身に起きた不幸には大衆の同情が集まった。そして実務でも有能となると一官僚としては力を持ちすぎているようです。実際楠本さんは天下りの改革に組織の浄化と周りの都合に構わず正しいと思うことをどんどん実行してる。世論もそれを後押ししてて、もう大臣でさえあなたの顔色を伺ってるそうですね。そんなあなたを止めたい誰かさんが公安を動かしてるのかも。まあ玲子をねよく思ってないやつらがね。私の敵は一人や二人じゃありません。その命令とあらば公安も従うでしょうね。公安というのは現体制の維持のためにある組織です。その体制を構成しているのは、あやっぱ経済とも関わってんのか、権力者たちと。ただし彼らはそれぞれが違う理想や正義を持っていて、そこに多くの不都合や問題、つまりしがらみが生まれます。社会が人の集まりである以上それは避けられません。そのしがらみを解きほぐすのが公安の仕事だと。そういう一面もあります。しかし世の中とはあらゆる価値観が混沌と存在しながらそれを継続させることが必要とされます。全てのしがらみを紐解いていけばその先はきっと国家の崩壊でしかない。なら公安の役目とはむしろしがらみに縛られながら国家を安定させ継続させることにあるのです。つまり公安が守っているのはそんな権力者たちのしがらみそのものです。だからそれにとらわれない私は確かに邪魔な異物なのかもしれません。自分でもさ把握してんだろうね、その立場が。なるほど、立場をね。つまり体制側の人たちにとってはあなたが群れの裏切り者ってことになるわけだ。え、大人の偉い人たちにも大人も子供も関係ないんだろうな。ああ、だから奴らは楠本さんの弱みを嗅ぎ回ってたんだ。そして河合信也が姿を消したことに気がついた。そのきっかけになったのが多分江原明弘の件です。ご存知ですよね。ええ、現役警官がどうやら息子を死なせたいじめ加害者に復讐を果たした。それを聞いてあなたの敵のうちの誰かがふとこうひらめいたのかもしれません。だったら楠本玲子は自分の子をいじめた加害者をどうしただろう。公安はそれをきっかけに動き出したんじゃないですか。勘が良すぎだろう公安。江原の件が発覚してからすぐの頃、 RK という半グレが神室町で河合信也の消息を探ってました。その結果奴らは5年前に河合が拉致され、おそらくは殺されたと気がついた。私は復讐なんてしてません。あくまで認めないんだろうな。会ったばかりの俺に秘密を言うわけないな。こっちにもまだそれを引き出せる証拠がない。公安は河合の失踪を知ってもまだ半信半疑だったはずです。でももしそこにあなたが関わっていたとしたら儲け者です。彼らは念願だった楠本玲子の弱みを握れる。あなたの話はいつまで続くの。調べを進めた公安はやがて楠本光と江原敏郎へのいじめに共通する人物がいると気づいたんじゃないでしょうか。それが沢先生です。彼女は光くんの元同級生で江原敏郎を教えていた教師でもあった。おまけに直近では江原が殺した三越芝の教育実習まで担当してたんです。まもなく RK は偉人町まで来て沢先生の自宅へ押し込んでいった。多分その時彼女の口から桑名のことを聞き出したんです。沢先生は桑名が三越芝殺しに関わってるんじゃないかと疑いを感じていたようです。そこへ来て RK の相馬って男はプロ並みの尋問をします。いやもうターボンにしたことと同じようにね、
知ってることは何もかも喋らされ、先生にも楠本さん嘘つけないからね。彼女は殺されたことはご存知でしたよね。桑名との電話でもそう言ってたはずです。あなたはあの人の仲間じゃないんですか。一応仲間みたいなもんです。私に迷惑がかからないようにすると言ってました。二度と連絡しないとも。俺と桑名は一時休戦中の商売敵です。仲間とは違います。沢先生の名前を出したからこの人も動揺してる。動揺してるかな。今しか聞き出せないことがあるかもな。公安からの接触について、楠本光留の容態について、河合殺害について、いやーいきなりこれ触れるのはちょっとあれだから、うん、まずはまあ光留くんのね状態から、まあ、やんわり聞いてって、ここの二つ聞いてこうかな。大丈夫これ、タクシーさ走ってる最中にさ交番からつけられてるとかないよね。大丈夫かな。カーチェイスになったりとかしないよね。まあ、とりあえずみつるくんの様子からまず聞いていきますか。息子さんは今どういう状況なんですか。いつ目を覚ましてもおかしくない状況です。問題はそれが13年間ずっと続いていること。そうですか。今年になって東都大病院に転院させたんです。少しでも東都大病院か、まあ、有名な病院だけどな。やぶ医者いたからな、クズ医者とか。前の病院と大差ありません。借金抱える医者とかもいたからな、ギャンブルで。沢先生の名前を出したからこの人も動揺してる。今しか聞き出せないことがあるかもな。いや東都大病院の先生は名医がいるかもしんないけど、まあ、留学とこでね、まあ、知ってる方もいる通りクズ医者も中にはいるからさ、患者の命をさものともしないクズ医者もいたから、まあどうなんだろうな、まあ、かといってね目を覚まさないわけじゃないけども、まあまたちょっと聞いてみるか。公安からの接触、そうだね、これは最後に聞いた方が良さそうだな。いきなり聞くのもあれだし。公安からの接触について。公安からあなたのところに何か接触は、誰か不審な人物が近づいてきたりとか。うん、心当たりはありますだろうね。なんていう人ですか。名刺ももらってたし。そいつの狙いはあなたの弱みを握って操ることだと思います。もし本気であなたを排除するだけが目的なら、最悪事故に見せかけてって手もあるでしょうから。ええ、そうですね。ああ、そういうのも。もし心当たりがあるなら、自分で分かってるんだ、レイコは。連中の狙いが何なのか。彼らの狙いは厚労省が管轄する年金を動かすことです。どういうこと？年金？年金？国民が積み立ててきた年金？年金を厚労省の独立行政法人が運用しているんです。その金額は約160兆。どんな数字よ。それをもっと利益が出るよう、奥よりもさらに上だもんね。リスクを冒してでも運用しろという勢力がいます。要するに厚労省に国民のお金で博打を打てと。それが死にゆく日本経済を立て直す、俺らが払ってる年金が考えています。この国の未来のために。本当にそれが未来のためになってんのか。博打をかけることが、うまくいけば大変結構です。うまくいけばの話ね。もし博打に負ければ国を信じた人々の老後に私たちは何の保証もできなくなるだろうな。だから厚労省はずっとリターンは少なくても堅実な運用を大方針としています。なるほど、話が見えてきましたよ。え、嘘でしょ。ちょっと置いてかないでよ矢上さん。 いきなり莫大な話しすぎてね。連中の狙いは年金を博打に近い運用に変えさせること、日本の経済を再生させるためにね。本来ならね、みんなに。楠本さんは今大臣でさえコントロールできないっていう事務方のトップだ。そんな人が働きかければみんながもらえる年金が、年金運用の大方針も変えられるかもしれない。やれるとしたら今の楠本さんだけだ。実力があって国民からの信頼も厚い。
別の新しい事務次官がやろうとしたって、それこそすぐしがらみに潰される。だからその弱みを握って操りたいってこと。まあそういうことになるよね。ああ、しかももし160兆の博打が失敗した時には、その罪を全部楠本さん一人のせいにできる。ああ、これもいじめと変わんないやんけ。それにしても160兆って、もうそこまで具体的な話で接触を受けてるんですか。かもしれませんね。そしたら最後可愛いのことかな。そしたら話してみるか。いや、ここまで結構踏み込んだ話ができたなら、可愛いのことも少なからずちょっとはいろいろ教えてくれるかな。聞いてみるか、可愛い殺害について。可愛い深夜のことを聞かなきゃなりません。5年前にあなたはその手で彼を殺しましたね。ああ、顔色が曇ってるね。可愛いに対するあなたの気持ちはわかります。でもどうしてもやらなきゃならなかったんですか。北方先生と話したなら、あなた方はビデオの件も知ってるはずですよね。ミツルが受けた仕打ちを。ええ。河合はともかく、他の生徒たちは知らぬ存ぜぬで何の責任も取らず、気の毒そうな顔してミツルの病室を見舞いに来てました。ああ、このビデオ見る。でも今にまでは知らなかったのか。彼らはミツルに目を覚ましてほしくなかったんでしょうね。いじめてたってこと。だから様子を確かめたかったんです。ああ、バレたらヒヤヒヤしたのに。あの子たちに頭を下げてお礼まで言っていた。北方先生がビデオを見せてくれたのはそのずっと後です。その時彼らに何も罰が与えられていないのは間違いだと分かりました。そうだったんか。だから連中を泥沼に引きずり込んだ。全員に可愛いを殺す片棒を担がせて、みんなね、何も知らぬ顔をしてお見舞いに来てたってことでしょう。そこまで分かっているなら、これ以上どっちくしょうや、私に何を聞くんです。はあ、結構きついねそれ。だってお見舞いにはさ、みつるくんみたいな感じでさ、病室に来てさ、めっちゃ心配そうなふりして声をかけて、声をかけてよ。でもでこうなったのは自分たちのせいで、目を覚まさないか覚ますかってヒヤヒヤしながらさ、確認しに来てたんだろうね。お見舞いというよりかはもう生存確認だよね。生存確認してまだ目を覚ましてない、よかったみたいな。で目を覚まさなかったらさ、可愛いに全部さ、なすりつけられるじゃない、罪をね。みんなお見舞いに来てた人たちも加害者でしたって、そんなどちくしょうな話ないよね。レイコの気持ちがもう分かりすぎて、まあちょっと熱く語っちゃったけども、まあ可愛いのことも聞けたからもう聞くことはない。わかりました。うん、改めて言いますが、俺たちはあなたの敵じゃありません。でしたら敵ではないよね。もう下ろしてください。何か桑名に伝えることはありますか。あります。あ、何だろう。すぐにどこか遠くへ逃げてほしい。公安に目をつけられた以上、捕まるのは時間の問題。時間の問題か。国内にいたらどこであっても危険です。海外に行かなきゃダメじゃん。もし彼が公安の手に落ちたら、日本にいたらもうダメだよ。知っていることは全て引き出されます。拷問とかされちゃうってこと。公安に、その時は多分絶対表に出ない。ヤクザやんけ。ちょっと誰だって耐えられません。公安ヤクザやん。洗いざらい喋らされるでしょう。そして私も弱みを握られ、相馬みたいにさ、公安に逆らえなくなる。拷問するってことだよ ね。きっと国民のお金は博打に回され、何より誰も功労者の世界を立て直す。公安もクズやん。そうですか。でもそれが何なんです。え、どうしたタオ。あなたはやっぱり自首するべきですよ。ああ、ついに自首って言っちゃった。殺人の罪でですか。でも私が殺したのは本当に人だったの。河合信也は
正真正銘の人手なしだった。あなたはミツルが何をされたかビデオを見たんでしょ。そりゃ目線をそらしちゃうよね。北方先生のことを私はずっと憎んでいました。ミツルへのいじめを軽く見すぎた無能教師。でもそれが8年も経って私の前に現れ、あのビデオを見せてきた。そしてそこに映る連中を罰しなくてはならない。そのビデオを見て何かが壊れたのか。絶対にやらなければならない。玲子の中で何かが壊れちゃったのか。あなたはそこで江原と一緒で踏みとどまることもできたはずです。ええ、確かにそう。散々迷いました。いくら恨みがあってもそれは決して許されることじゃない。でも北方先生の言葉が頭から離れなかった。だから私は河合がカムロ町で働いていると聞かされ見に行った。ああ、似たな。河合はミツルの飛び降りの直後、私に涙を見せて謝罪したんです。会うのはそれ以来でした。あいつが私を見て凍りつき、また一言謝ってくればそこで踏みとどまれたかも。そうはならなかったな。みたいだな。ええ、あいつは私の顔を見ても気づかなかったんか。まるで誰だか気がつかなかった。それどころか、若い男に言い寄ってきたおばさんだと勘違いして。どちくしょうや、どちくしょう、どくずや。お小遣いくれれば遊んでやるよって。悪い顔しやがって、マジで。やっぱり謝罪の時の涙は、これはどちくしょう、どくずだわ。そんなこと、もちろんずっと前から分かってたけど。いや、これはダメや。私は、あいつを殺しちゃいけない理由を見失った。もうそこで確信に変わったんだね、殺さなきゃいけないって。ミツルをいじめてた他の子たちは、命が取られないだけ感謝してほしいくらい。だから私は自分に償わなきゃいけない罪があるとは思えないです。玲子、だいたいずっと目覚めない息子の顔を毎日見てるのに、これ以上私に何をしろっていうの。桑名もそう言ってましたよ。でも今言ったのと同じことを彼女にも言えますか。もう その写真どっから持ってきたのよ、ターボ。沢さん、あんたたちは憎い相手を殺して、うん、うまいことやったつもりだろうが、その結果起きた彼女の犠牲からは都合よく目をそらしてる。俺は以前、誰かの正義に他の誰かが犠牲にされるのを目の当たりにしたことがあります。エミちゃんのことだね。だから、同じことを黙って見過ごすわけにはいかないんです、このスマホは盗聴されていません。もし自首する気になったら、これで俺たちにも連絡くれますか。こっちの話は以上です。あ、病院に着いた。あ、スギちゃん。イケメン怖い。イケメンすぎたら今の。イケメンタクシー運転手。お、横浜伊勢崎陣町。帰ってきた？車、ここでいいの？矢上さん。ああ。お、スギちゃん気づいてるよ。話しに行く。あのままでもよかったのにな。タクシー運転手のコスプレ。多分怒るよね、桑名さん。いや、めちゃくちゃ怒るよ、絶対。勝手な真似したなって。絶対怒る。ああ。だからお前は一緒じゃない方がいい。飛び火が来るかもしれないからね。そっか。じゃ、お言葉に甘いまーす。え、そのまま帰るの？次じゃ。どこからそのタクシーの車盗んできたんだよ、おい。もっと窃盗団だからって手癖が抜けないみたいだな、スギちゃん。あそこどこ回収に行ったんだろう、タクシー。ちょっと借りますって言ってさ、借りれるようなもんじゃないもんね、あのタクシー。多分こそっと取ってきて、こそっと持ってきて、こそっと返すんだろうな。あー、したらちょっと桑名と話すか。もう絶対怒られる気しかしないんだけどな。一番さ、まあ、ターボーとさ、関わってほしくないじゃん。
食わんだからしたらね、レイコとターボはしたら下に降りますか、うん、シュー。お、テッソーがいたよ。う、なんだよ、しばらく顔見せてなかったじゃないか。忙しくって。ほんの 2,3 日だったろ。寂しかったか、クワナ。そりゃなんつうか。お前のすぐ後ろったら驚くか。ちょっとそういうとこは鼻につくんだよな。何か電話じゃ済まねえ話か。ここで雲隠れしてんのか、クワナは。楠本玲子に会ってきた。あ、行っちゃうの。5年前に河合を殺した件、自首を進めてきたんだ。なんだと。相手はなんて言ってたんだ。自分に絶対怒ってる、償わなきゃならない罪はないって。当たり前だ、お前勝手に何してんだ。それ怒るよね。あの人にはもう終わった話だ。二度と巻き込むな。勝手に終わらせんな。沢先生の事件は何も解決していない。彼女の親御さんはどうだ。きっと娘があんたに殺されたと思ってる。理由は分からず犯人も捕まらない。何の事実も知らされずにこの先もずっと苦しみ続けなきゃなんねえのか。そんなことを沢先生が望むか。そうだよね、桑名が捕まんなかったら、あんたらの未解決事件になっちゃうもんね。彼女だけは救おうとしない。ずっと犯人が捕まんないままで、まともに向き合おうともしねえ。どう言われようが楠本さんをこれ以上苦しませんのは絶対に許さない。あんたがそう言うと思ったから彼女に会うことは黙ってた。いいか八神、彼女はな、ああ見えてまだミツルの飛び降りから立ち直れてねえんだ。河合を殺したことには今も迷いを感じてる。俺と違ってね。あんたと同じなら俺ももっと強く彼女に自首を勧められた。彼女が河合を殺した証拠はない。河合はカムロ町から姿を消しただけで、警察だってそれを把握しちゃいなかったくらいだ。それにそもそも死体がなきゃ事件にもなんで、どの道彼女は絶対に捕まらねえぞ。証拠も何もないように桑名がしたんだもんね。いや、河合の死体は桑名が隠し持ってる。確か間宮ゆいがそう言ってたはずだ。言ってたね、冷凍保存してるとか言ってたけど、ほんと？死体を冷凍保存してたら結構なわ事件になるんじゃない？むしろ死体って冷凍保存できんのって思っちゃったけど、まあいわゆる凍らせてさ、腐らないようにずっとしてるってことだもんね。まあ、どこかにさ、バラバラにしてさ、山とかにさ埋めたとしてもさ、バレちゃうもんね、いずれは。だからあえて冷凍保存してそのまんまの状態でいるのかな。それもそれで怖いけど。クワナ、楠本さんが自首したところで警察も扱いに困るだけだ。俺はあんたのことも見過ごせないと思ってるよ。殺してきたのは7人だったよな。もうそこに何の躊躇もないのか。ふん、その証拠は。証拠もないのに人を疑うなんて、お前そんなことで本当に弁護士だったのか。言われてるぞターボー。今神室町で俺の仲間が江原の控訴に向けて準備してる。あんたの実態にもそこで光が当てられる。それについて言えば悪くない展開だ。いじめ加害者を誰かが裁いてると世間にも知ってもらう。ただその時にはもう俺はまた別の名前で姿も変えてるだろうな。だろうね、整形とかしてね。あんたはまだ続ける気なのか。姿形変えてそうだもんね。沢先生の犠牲はあんたにとって何でもなかったのか。お前の言い分はずっとそれだけだ。でもな、彼女にとってもそうよね。ターボは沢先生逃げるのがいいことかわからないぞ。のきっかけでしかないもんね、ここまで来たのは。沢君にだって後ろめたいことがあった。沢先生のことがあって、今お前に送ったのがその証拠だよ。なんだろう、写真。なんだこれ。音声ファイル。音声ファイル。江原さんが裁判で負けたすぐ後、俺と彼女が電話した時の会話を録音したものだ。なんだろう。田代君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ三越場という生徒が探しに来ました。あの時田代君の怯えてた顔が頭から離れません。
全て打ち明けてくれました。ターボーにも教えてくれたことだね。お金を取られて真実の誰も助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで言ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて。沢君は法廷で事実と違う証言をしていた、それを後ろめたく思ってた。こんな話をこれを江原が聞いて、江原も何かが壊れちゃったんだろうね。沢先生が弱ってたところにつけ込んで。ああ、そして江原さんに聞かせただよね。あの人には息子が自殺した本当の理由を知る権利があった。それでも決めたんだろうね。意を決めたって感じだね。あんたは自分の仲間が欲しくて江原の復讐心に火をつけただけだ。いじめってのは人間の本能に近い行為らしいな。だから絶対になくならないそうだ。でもよ、例えばの話、どうせ汚れるからってトイレを掃除しないことあるか。誰かが手汚してきれいにしなきゃ。これからもずっと俺は第二第三の楠本満を守るためにこの先も殺し続ける。抵抗できない相手に好き勝手やる連中は見せしめに制裁を受ける必要があるんだよ。法が代わりに機能してくれんなら俺だってやりたくない。あんたの言いたいことはわかる。でもやりすぎだ。もうよせ桑名。どうしても俺を止めたいならお前も俺を殺すしかないな。もう二つの正義がもう絶対交わないんだろうな。混じり合わないんだろうな。また喧嘩が始まるんじゃねえかと思ったよ。いや、わかる。ヒヤヒヤしたよ。この間は後片付けが大変だったんだぞ。次あいつとやり合うときはもう軽い怪我じゃ済まなくなる。いや、この前もだいぶ大きな怪我だったけど。その時はここじゃなくてよそでやってくれ。今日はもう上がりかな。上がりって上がりって。いや、クワナにもクワナの正義があって、ターボーにもターボーの正義があって、絶対に折れない正義なんで、二人とも絶対に折れないし、絶対に交わらない正義があってさ、もうこれ多分一生言うことになるんだろうな。お互いの正義があってみたいな。クワナにはクワナにも曲げられない正義があって、ターボーにはターボーにも曲げられない正義があって、もう絶対に交わらないんだろうなって思っちゃったわ、さっきの会話聞いて。はあ、でも玲子の話と桑名の話聞いてたらさ、まあちょっとあれ、玲子の気持ちが分かっちゃったわ。だって自分の息子が河合のせいでさ亡くなってしまって、で何年かぶりに目の前に現れたら、うぐずがえ、うぐずがえが来るなら住んでくれみたいな、そんな毒舌なセリフ言われたらさ、やっぱもう何かが壊れちゃうよね。絶対アンリーがもし玲子の立場だったら多分同じことになるかもしれない、多分。でも逆によよく頑張ったよ玲子は。そこまで耐えた気がするわ玲子。ナイスたく、いい加減しろ。よいしょ、事務所についていく。よいしょ、あぶあぶあぶ。よいしょ、2階。で、ソファーで休みますか。結構ね、いろんな話して疲れちゃったからね。休むと。